皆さんこんにちは、ランタムです。今日はね、すごく外いい天気なんですよね。こんな感じでね、曇りっていうね、岡山はね、晴れの国岡山って言うんですけども、こんな曇りの天気はね、なかなかないです。珍しい天気ですね。で、もうこんな日にはね、やっぱしベランダでカレーが食べたくなるっていうのがね、岡山県民なんで、今日はここでお昼にね、パパッとカレーを作っていただきたいと思います。レトルトカレーばかりじゃちょっとあれなんでね。で、本当にね、今時間がね、ちょっと12時とかでからね、もう時間があんましないんで、すぐ作りたいと思います。で、ご飯をね、炊いてカレーを作りたいんですけども、今回は電気で全部いこうと思います。で、使う電源はジャグリの240っていうものですね。で、ちょっと風で飛びそうですけども、ここにもう1合ご飯をね、お米を水吸わしたんで、これを入れます。で、蓋をして、で、この電源でね、今回ご飯炊こうと思うんですけれども、まずはちょっと何分で炊けるのか、もう炊飯ストップウォッチ使います。電源オンの、ここを押してオンで、炊飯開始と、ね、何詰まったん？あれ、昨日ちゃんと動いたのにからな。あ、ちゃんと動けるだろ。あれ、ダメかな。あれ、いかんな。昨日この分ね、うまく上がって上がったんですけども、上がって下がっておりますね。ちょっとうまく炊けんかもしれん。ダメか、ダメくさい。ダメだ。この分じゃダメです。炊飯器のね、ちょっと省電力のみに変えましょうかね。 NG。はい、ということでね、ちょっと新しく炊飯器持ってきました。これね、消費電力が 200W ぐらいの炊飯器です。ちょっとね、炊き上がり時間かかるかもしれないけども、しょうがないですね。でもよくカレーができんじゃん、それだったら。待ったな。まあいいや、やってみましょう。 OK ですね。で、あれ、内釜がないがん、これ。なんで内蓋どっか行ってるが。ありました。で、セットします。これね、消費電力が 200W ぐらいまでしか使えない電源なんですよ。で、昨日ね、実際こんな感じで使ったら7分も8分もね、動いたんで、動くやと思ったら、なんでか知らないけども、今日満タンにしたらね、動きませんでした。仕方がないですね。で、実はね、これね、省電力なのはいいんですけども、この炊飯器時間かかるのはね、僕も知ってるんですけども、ちょっと頑張ってやってみましょう。で、こうか、見えるかな。で、ここでオンで、少ししたら電気が通って、こっちピー言いましたね。で、これが炊飯ボタンなんで、炊飯開始です。そしたらこっちがワット数が出ていくけども、250W ぐらい、この辺でね、安定してくれればいいんですけどもね。それでね、ストップをつけておきましょう。動いてますね。とりあえずちょっと止まらないか見ながら、行きましょう。で、今回ね、この使ってるジャグリなんですけども、見えますかね。ジャグリのね、電源はね、4種類ぐらい今あるんですけども、その4個の中でも一番小さい分ですね、これは。で、今のところね、ちゃんと動いてます。で、ちょっとね、ジャグリのホームページから引用するんですけども、この電源はね、容量が 66,000mAで 240Wh の容量がありますね。で、今使ってるこの炊飯器が 210W っていうものなんですけども、 250W ぐらい、 240W ぐらい出てるんで、だから約1時間はこの炊飯器が使えるということになりますね。ですので、ご飯が炊けたら、もうちょっとご飯パッと移してからカレーが作れればいいんですけども、作れんかったらもう取り直しですね、これ。で、大きさはね、いつものジャグリをそのままギュッと小さくたような感じでから、めちゃくちゃ可愛いです。僕この分ね、見た瞬間に可愛いとかってね、散々思いました。で、サイズはね、本当に小さいです。手のひらを広げたようなサイズというのかな、持つのも小さいですね。で、ポートはこんな感じで、USB が2つ、 AC アダプターが1つで、 DC12V が1個ですね。で、ここからね、入力があってから、 AC アダプターとシガーソケットで充電できます。ですんで、家の充電と走行充電ができるんですけども、これね、入力ワット数が39W ぐらいだったんですよね、ずっと通しで。で、家の充電もシガーソケットの充電も 39W だったんで、もう家で充電するのも車で充電するのも一緒だということらしいです。ちなみにソーラーパネルの充電にはね、ケーブルがなかったんで、いけるのかどうかは分かりません。気になる方はね、ちょっとこれメーカーさんに聞いてみてください。僕もよく分からないんで。で、これね、定格出力が 200W なんで、まあ調理器具はね、これ 250W とかあるんですけども、で、これはね、 210W が、まあ 245W ぐらいなんで、 1.1 倍から 1.2 倍ぐらいの間で表示されてますね。まあこの分250の間だね、 300W ぐらい出とったんで、まあそんなもんだと思います。で、瞬間最大が 400W ということらしいです。ちなみにね、 200W を超えてから何分間動くのかなんですけども、僕昨日ね、7分ぐらいは実験したんです。ですね、多分10分ぐらいはね、いけると思うんです。まあちょっと様子を見ながらね、いきたいと思います。ちなみにこれ、ご飯炊き終わるのに1合だけども20分ぐらいかかるかもしれません。早く炊けてほしいもんですね。もう炊けたらね、ちょっと蒸らし時間ももったいないんで、すぐにね、カレー皿に移しましょう。で、それで蒸らしましょう。うん。で、あとは取っ手付きで、ライトとかはね、ついてない仕様ですね。本当にね、これ可愛いです。
ミニジャグリっていうかここですね。でまだちょっと時間があるんでこっちの炊飯器なんですけども、この炊飯器がお宝市場とかね、あそこら辺のリサイクルショップで買った分ですね。すごく安いやつです。でここにね普通名前書いてあるんだけど書いてないですね。ちょっと揺れる画像で申し訳ないんですけども、ミニライスクッカーですね。あ、これ250ワット持ってるな。なんか定格がこれ210ワットだと思ったんだけど違ったっけ。あれ失礼しました、失礼しました。これね250ワットだったみたいです。250ワットでこっちも250ワットになってるんで問題ないですね。これはね250ワットの出から、なんでこんなことになってるのかわからないですけども、まあ我慢しましょう。あ、ね、そうこうしたらねちょっとカメラに映らないかもしれないんですけども、見えますかね、だいぶねボコボコ揺れてきました。もうねここ蓋もね結構熱いです。で時間はねまだ10分経ってないんですけども、もうねグツグツゴトゴト言ってますね。すごくいい感じです。ちなみに9分ぐらいで消費電力消費量がちょっとさっき使いましたけども約 20% ですね。だからねさっきちょっと4%ほど使ってたんで1分間に 2% ぐらいとかの電力消費量ですね。はい、10分がね経過しました。今ね炊飯器はねちょっと映るかな、もうねもうもうと雪が出てる状態ですね。でこの時の電池残量が 78% です。だいたいね 98% ぐらいから始まったはずなんで10分間で 20%、 1分間で 2% の消費ですね。結構省電力ですね。1分間で 2% だったらだから結構持つな。本当に50分は動かせる計算になりますね。それ以前にねもう炊けてる感じがあるんですよね。これ本当にめちゃくちゃここも暑いんで炊き上がりがね待ち遠しいです。多分ねピーって言うと思います。はい、今15分ぐらい経ったんですけども、こっちのね消費電力が7ワットとかになったんですよね。だからなんだろう、こう保温じゃないけども今保温にはなってないんですよね。ここ炊飯状態なんですけども少し蒸らしてくれてるような格好だと思います。もうちょいかな、待ちましょう。はい、今しがたご飯炊けました。19分18秒、19分15秒ぐらいでね炊き上がりました。電池残量はね 70%、96% ぐらいから始めたんで 26% ぐらいでねご飯炊き上がりました。早いですね、かなり省電力ですね。でこのご飯をね取りたいんですけども、熱々ですね。これもう蓋がねめちゃくちゃ熱いです。熱、炊き上がりはねもう最高ですね。あ、最高じゃないな、なんかえらくべちゃべちゃに見えるけども、ちょっと水が多かったかな。いや、そんなことは大丈夫でしょう。セカンドチャンネルなんでね多分皆さん許してくれると思います。でこの炊飯釜をねまだ続けて使いたいんで、もうこっちにご飯を移して、でこの釜ちょっとパッと洗ってからね次のカレーの準備移りたいと思います。急いでねもう取りましょう。蒸らし時間とかもね欲しかったんですけども、蒸らせるような余裕がないんで。あ、でもあ、いい感じいい感じ、表面がねべちゃべちゃになったみたいだから、あとはいい感じですね。あと綺麗なおかげもできてますね。美味しそう、すごい大盛りのご飯になりましたね。少し加減した方が良かったですね。よし、はい、綺麗になりました。でちょっとねパッとねこの釜だけ洗ってきます。はい、洗ってきました。でこの分にもうカレーをね作っていこうと思うんですけども、こうあとに実はねもう20分ぐらいしか時間ないんですよね。でこの状態でねパパッとカレーが作れるもの、まあ、作らないともう料理になりませんよね。でこの状態でねあともう20分ぐらいでカレー作ることなんてもう結構ね無理ゲーに等しいですよねと思うかもしれませんが、ここにねいいのがあるんですね。ママカレーの具っていうのがありまして、これこの具をもう2皿分、具が入ってる分なんで2皿分なんで、あとルーを入れるだけで OK です。ですね、この分ね、しかもね300円のものが半額で買いました。すごくラッキーですね。で同じお店にねルーも売ってたんですけども、インドカレーのねルーが売ってたんですけども、これもね半額で買いました。すごくお安く買いました。ですのでね2皿分のカレーをちょっとここで作りたいと思います。間に合うかな、よいしょ。これでもうあとはね炊飯ボタンを押してこうか、蓋を押して、でこれもね時間計りましょう。 OK、この状態でとりあえずねグツグツで沸騰したらもうルーを待ってたら完成なんで勝負は早いはずです。もうね今12時40分なんで急いでいきましょう。でもまあ炊飯器任せなんですけどね、ちょっと待ちます。あ、で待ってる間にねこのご飯の炊き方なんですけれども、で僕のやり方はね簡単で、無洗米をこのね 200cc の計量カップだったら 150cc のところで入れます。でこれをね炊飯器なりペットボトルなり入れて、で続いて水を 200cc 測った分をまあこうやって入れて、で漬け置きするっていう格好ですね。ペットボトルはねそのまま持ち運べるんですごい便利ですよね。あんまりね長時間使い置きしようとなんかいけんとかあまりたまに書いてあるんですけども、そんなことないと思うんで、大体ほんでも1時間ぐらいは僕吸わしてますね。これでもねちょっと本当にねこれが使い方の方が少しショックですね。昨日も使えたんだけどもな。でもまあ炊飯器が動くんで、まあ、問題なしですね。本当にねもう全く止まらず動いてます。さっきなんかでも19分の間に一遍も止まらずに動いたんですごいですね。よし、しばらく待ちましょう。はい、中途半端ですけどもね6分が経過しました。どんな感じかな、映りにくいかもしれないですけども、もう湯気出てます。見えますかね、6分間でこんな感じポコポコっていう感じで沸いてきてる感じですね。でここのね縁もねかなり熱々ですね。まだ触れるけども、あ、違う違ういう感じですね。すごいいい匂いがしておる。
もうちょい待ちましょう。はい、でね、10分が経過しました。ちょっと見てみましょう。もうね、だいぶね、湯気も立っておりますね。グラグラにね、煮えてるという格好ではないんですけども、カレーってね、そこまでグラグラにせんでもいいと思うんで、もうこの状態でね、ルーを入れましょう。あ、スパイス付き。時間がないんでね、パパッと溶いていきましょう。入れて、でこれ混ぜ混ぜしていくと。2皿用なんでね、2個でいいはずなんで。よし、ルー2個でね、混ぜ続けたらこんな感じになりました。よくできましたね。じゃあもうね、継ぎましょう。ご飯ちょっとね、全部使ってるんですけども、こんな感じでこの分にね、入れましょう。カレー2杯分なんでね。よいしょ、よし、いいのができましたね。こんな感じですね。じゃあこれ止めましょう。よし、はい。でね、出来上がりの時間なんですけども、これ見えますかね、12時56分ですね。だからね、結構時間かかってしまいました。ちょっと食べる時間がね、少しないかもしれません。で、最後にね、この電源なんですけども、残量がね、38% でした。だからこの炊飯器でご飯を炊いて料理をして、だいたいそのトータル時間が40分ぐらいはかかってるんですけども、40分ぐらいでいいのかな、ごめんなさい、ちょっと細かい数字あれなんですけども、炊飯器が20分ぐらいで、カレーが13分ぐらいで、電池残量が 38% でした。だから、ちょっと 60% ぐらい使ったという格好ですね。30分で 60% なんで、やっぱし1分間に 2% 程度の消費だと思います。で、この電源ね、ちょっと今回ご提供いただいた分なんですけども、電池残量がね、パーセントなんかすごく分かりやすいですね。で、ワット数も表示されるんで、ありがたいです。走行充電もできるんで、これ、車中泊用にはね、結構いいんじゃないかと思います。省電力で車中泊する人には、かなりおすすめだと思います。ちなみに、お一人様グリルは使えないんで、その点だけ注意してください。でね、このカレーね、ちょっとね、もう今日今の時間で食べる時間がないんで、後でゆっくりね、いただきたいと思います。カレーもね、もう一杯分あるんで、これもね、美味しくいただきたいと思います。こんな感じですかね。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。